birds flying high。はい、みなさんこんにちは、ゆかチャンネルのゆかです。今日は韓国のね、ダイソーに行ったらこれはチェックしてほしいっていうアイテムたちを皆さんにご紹介したいと思います。いっぱい買いました、私はダイソーが大好きではい、それではご覧ください。はい、それでは早速ダイソー見ていきます。最初におすすめしたいのはダイアリーなんですけども、可愛くて安いのいっぱいあるのでチェックしてみてください。次に、最近ね、犬年だからか犬グッズがすごく新年に入ってから多くなって、なんかたまにシュールなんだけど結構可愛いアイテムが多いので、こちらも要チェックだと思います。お次はこういうカゴ商品なんですけど、これはインテリアにもねできるし、収納もちょっとおしゃれにできる感じで5000ウォンだしおすすめです。あとね、次はね、このベーカリーシリーズなんですけど、すんちゃんにいつもね買うなって言われて、まだ一回も買ったことないんだけど、でもこれ欲しくなりませんか？今度すんちゃんいない時にこっそり買うつもりです次はこの造花たちなんですけど、結構おしゃれなものがあるのでインテリアにおすすめです。あとこれ健康系いきます。これね、ファントってなんて言うんだろう、オードだった、オードのチムジルパックなんですけど、これ冷やしても温かくしても使える、お腹とか温めるのに役立つ商品です。お次は収納系、これも私愛用してるんですけども、リップとかアイシャドウとかを収納できるアイテムになってます。このね、縦長のタイプもあるんですけど、どちらも500円ぐらいです。お次は以前紹介したこともあるダイソーのコスメグッズなんですけど、またさらにバリエーションが増えていて、すごいねスペースも大きくなってたのでご紹介します。もうダイソーでフルメイクできちゃうぐらいのバリエーションの多さでした。こういうのはリップティントとかも色も豊富で、赤系だったりオレンジ系だったりピンク系だったり、すごい豊富に揃えてありました。これは300円ぐらいですね。でもパッケージも可愛いからおすすめです。あとはアイメイク系のマスカラとかも色結構豊富でした。あとはクッションファンデね、これも500円なのですごいお得ですよね。今回気になったのはこのアンプルなんですけど、これの種類もかなり豊富だったんです。なので500円なので学生さんとかに人気なんじゃないかなと思いました。あとはこちら、これは以前動画でもご紹介させていただいたクッションファンデとアイシャドウなんですけども、まあテスター汚いけどね、でもアイシャドウとかすごい使いやすい色なのでおすすめです。そしてダイソーで忘れちゃいけないのはお化粧する時のパフなんですけど、いろんな形が出ていて使いやすいものを選んでいただくといいと思います。とこちらも私が持ってるもので、洗顔の時に使うスポンジになります。あとは結構韓国の YouTube 界でも話題になってるダイソーのブラシのクオリティなんですけど、結構柔らかくて使いやすいので私も何個か持ってます。あとね、季節ごとにその季節に合った商品っていうのが出るんですけど、見てこれ可愛いですよね。もう春っぽい商品が溢れてました。と結構お手軽なキャンドルとかもたまに買ったりしてます。こうお家を写真でデコったりするのが好きな人におすすめなのはこういう写真の額縁なんですけど、こういうのもいろいろ種類があって可愛いですよ。はい、それでは韓国ダイソーに来たらこれを買ってほしいっていうアイテムたちでした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョー。